ジョゼフ・フィリップル・ルメルシェ・ラ・ロッシュは、ハイチの工学者。タイタニック号唯一のアフリカ系乗客である。身をもだった、フランス人の妻と二人の娘と共に、二等船客として、タイタニック号に乗船していた。銅船の沈没事故では、彼女たちを救命ボートに乗せた後、自身は犠牲となった。なお、娘の一人であるルイーズ・ラ・ロッシュは、事故の最後の生存者の一人である。 アトランタのシャロン・ J ・ウィリスが2003年のナショナル・ブラック・アーツ・フェスティバルの一環で制作した3幕、オペラ・ラ・ロッシュは彼の生涯に基づいている。この作品は同年7月18日にキャラン・ウォルド美術館センターで初演された。ジョゼフ・フィリップ・ル・メルシェ・ラ・ロッシュは1886年5月26日にハイチのカパイシャンで生まれた。15歳で、 フランスのボーベに留学し、工学を学んだ。卒業後に、フランス人のジュリエット・ラファルグと結婚している。しかし、人種差別の問題から、黒人のジョゼフが、フランスで適した職を見つけることはできなかった。ワイン業者であるギフトの生活に飽き飽きした。彼は、最終的に家族を連れて、ハイチへ帰国しようと考えていた。彼のおじである、ハイチ共和国大統領、 シンシナ・トゥスル・コンテは彼に数学教師の職を取り計らっている。長女のシモンヌ・マリー・アンヌ・アンドレ・ラ・ロッシュは1909年にパリで生まれた。次女のルイーズ・ラ・ロッシュも同じくパリで1910年7月2日に生まれた。もともとラ・ロッシュ一家は1912年後半にフランスを立とうと計画していた。しかし、この頃ジュリエットが3人目を見ごもっていることが 発覚したため、ジョゼフはハイチで出産できるように帰国を早めようと考えた。ジョゼフの母親は彼らのために客船フランス号の一等乗船券を購入した。しかしフランス号を運用していたフレンチライナーの取り決めでは子供たちは育児室に預けておかなければならず、両親と共にディナーを食べることは許されていなかった。そのことを知っていた彼は フランス号ではなくタイタニック号の二等船客として帰国する道を選んだ。1912年4月10日、一家はシェルブールから二等船客としてタイタニック号に乗船した。なお、タイタニック号はシェルブール号には大きすぎたため、ホワイトスターライン社はテンダーボートのノーマディック号を手配して船まで乗客を送り届けている。4月14日の午後11時40分。 北、大西洋を航行中だったタイタニック号は氷山と接触した。ジョゼフはジュリエットを起こし、彼女に船が事故を起こしたことを伝えた。彼は貴重品をすべてポケットに入れ、妻と共に眠っていた子供たちを連れて甲板ンンへ上がった。ジュリエットと子供二人は救命ボートに乗り込んだ。このボートには、とある伯爵夫人が同席していたことをジュリエットは覚えていたが、 この時彼女たちが何号ボートに乗ったのかは、はっきりしていない。8号ボートには、第19代ロシズ伯爵ノーマン・レズリーの夫人である、ノエル・レズリーが乗り込んでいたため、ジュリエットたちもこのボートに乗っていた可能性が高い。ジョゼフはこの事故で犠牲となったが、彼の遺体は最後まで発見されなかった。4月15日、ジュリエットと子供たちは、カルパチア号によって救助された。 二人の姉妹はまだ幼かったため木ザブの袋に入れられて甲板まで運ばれている。カルパチア号に乗船中、ジュリエットは子供たちのおむつとして使える理念の確保に非常に苦労した。あまりがなかったため彼女は食事が終わるたびにナプキンの上に座って隠し持ち、船室に戻ってから即席のおむつを作ってやりくりしている。四月十八日、カルパチア号は ニューヨークに到着したが、彼女たちには面会の人がいなかった。そのため、ハイチにはとどまらない決意を固めた彼女は、家族がいるフランスのビル・ジュ・イフへ戻った。翌月ビル・ジュ・イフに到着し、そこで、ジョゼフの忘れがたみとなった子を出産した。生まれたのは男の子であり、彼は父親と同じジョゼフと名付けられている。1995年3月、 ルイーズ・ラ・ロッシュは1912年にタイタニック号へ運ばれて、以来約80年ぶりにノーマディック号に乗船した。また、彼女は同じくタイタニック号事故の生存者であるミルビナディーンと交流を深めている。同年、彼女はタイタニック歴史協会からシェルブールからタイタニック号に乗船した乗客を記念する標石が送られた。 ルイーズは1998年1月28日に87歳で死去した。これによりタイタニック号の生存者はこの時点で残り7人となった。なお、ミルビナが2009年5月31日に死去したことでタイタニック号に乗船していた人物は全員がこの世を去ったことになる。ありがとうございます。